はい、というわけで、7月24日分のラジオの収録をこれからするという感じですが、乃木坂の話題ですね。先日36枚目シングルのチートデイ音源が解禁になったというところで、まあちょっとね、その辺の話をできたらいいなというところと、まああと今日24日なんですけど、今日からね、新潟の方で乃木坂トラベルバス始まってて、ついに。はい。で、自分もね、ちょっと行ってきたので、その様子なんかもね、ラジオの中で話せればいいなというふうに思っております。はい、というわけで、聞いてみてください。続いて、乃木坂46の話題です。先日36枚目シングル、チートデイの音源が解禁になったということで、こちらは聞きましたか？個人的には、すごいサビめっちゃいいなと思って聞いてはいるんですけど、もうやっぱり井上さんセンターになったら、なんかこういうセリフ言わせたいんだなみたいないや、そうなのよ。まあちょっとわかりますけどね、なんかこうアニメ声というかね、可愛い感じだから一人でのセリフ言わせたいんだろうなみたいな。で、ちょっと夏曲で盛り上がる感じだし、ファン的にもこうライブで歌ったらウォーってなるから、そこも狙っての感じだろうなみたいな、のはありますけど。いや、だからもう本当やっぱもうライブ向けにチューニングされてますよね、楽曲も。ですよね。煽りがこう、ヘイみたいなのがあったりとかね。そうなの。もうやっぱなんかライブありきの曲にやっぱなってるというか、ここ何年もそうですよ夏ね。曲は。それはそろそろもういい。まあでもやっぱね、全国ツアーっていうでかいこうあれがあるから、まあそうなっちゃうのは仕方ないのかもしれないんだけいど。や、でもなんか、ライブで聞くからあれはいいけど、なんかその、ヘイとかを CD 音源で聞いても、なんか、ってなるんいですや、よね、個そう人な的のによ。は。やっぱり音源で聞くよりもさ、映像が上がったじゃないですか、乃木坂はい、あのりまチしャたンね、ネラルイブで。バージョンの。やっぱそっちの方が全然よく見えるんで、そうですよね。まあそういう曲に、なんだろうなと思うんだけど、ただなーっていちょっとわかります、それは。う だ井上さんファンはどう思ってんだろうねっていう。2作こう確いうかに。曲が続いて、まあ絶望の1秒前があるけどさーっていうところはあるんですけど、もうちょっとどうにかやり方なかったかとか思ったりもしますそうけどですね。ね。まあでも、井上さん推しだったら、あのセリフ聞けるんだったらまあいいそっか、みたか。いな感じは プラマイゼロみたいなね。まあ、歌ってみたで言うと、できなくはないけど、っていう感じになったなっていう。いや、なんかこれをさ、あんまなんか、まあ、タイトルだけ見て、男性ボイスで聞こうってあんま思わなくないですか？思わないし、あの井上さんのセリフどうすんのってなるから、そうね。そ う。譲まありそ合いこです需よ要ね。ないしな、みたいな。サビとかめっちゃいいんですけど、そう、その、ヘイとかっていう煽りは、って個人的にはなったというか、そなんう、でみたいな。なんで入まれたた、の？あ、またこういうま感じたか、か。みたいな。そうそう。そう。まあ、正直言うとそんな感じでしたけど。そう。まあでもこれもなんだかんだ多分ずっと聞いてると違和感なくなってくるんだろうなと思うんで。まあいいや、の本当かっにて思そういだますね。けど。やっぱ、そう、やっぱ怖いんだよね。これはさ、初見でリアクションするの。やっぱ、二度見の例があるから、まあ確か本当にね。に。ひどいっすもんね、本当。カップリングみたいだなとか言って、もうバカかよ、こいつと思って。確かに。ひどすぎるね。あんないい曲をさ、っていう。そうですだね。からわかんない。そうなってくれることを願ってますね。聞いていくうでちすに、ね。耳が馴染んで。そして善通が始まりましたが、このラジオでも取り上げましたが、善通記念のコラボカフェとトラベルバスも始まってるということで、どうでしょうか？はい、というわけで、前回もちょっと触れたんですけど、新潟にも来るよということで、24から28までだったかな、新潟の方で、トラベルバちょうスどが、今そう、来てやって、てんだ。そう、今やってるんですよ。で、そっ自分か。も初日に行ってきたんですけど、結構人も並んでて、20人ぐらいだったんですけど、平日でしたけど、結構並んでて、みんな買うんだと思って、たまたま、こう、NGT もやっぱり自分も追ってたりするわけじゃないですか。そう、なんかその日に藤崎美さんも行ってて、マいジろいろか。買ってて、相当好きですね。そう、じゃ結あ。構やっぱアイドルオタなんですよ、みゆみもも。そんな、そう、だから、
そこに行ってきましたみたいな話も出てたんですけど、そう、まあまあ高かったですけどね。ドリンク1杯600円っていう。へえ、高いですね。そう、ドリンク600円で、まあ夏なんでジェラートがあって、うん、はいはいはい、まあ、なんか全国共通で塩ミルク味っていうのと、うん、あとエリア限定の味っていうのも毎回出るんですけど、新潟はマスカットのアイスクリームが出てて、どっちも食べたんですけど、はいはい、まあまあ、うん、美味しいよっていう感じ。注文一つメニュー注文すると1個なんかステッカーもらえるよみたいな、うん、あーいつものタグっていうか、なんで4種類もらってきたんですけど、はい、まあこれ多分後から画像載っけますけど、うん、まあ、この4種類が当たったよっていう感じ。グッズで言うと地域限定のグッズがあって、ナンバープレート風のアクキーがあるんですけど、新潟だったら新潟とか東京だったら東京っていう入ってるやつが限定で販売されてるというので、限定のやつだけ買ってきました。新潟っていう入ってる、なんか記念になりそうだなと思って。あ、ちなみに当たったのは誰ですか？みんな。伊藤リリアさんと、はいはい、あとは、与田さんと弓木さんと井上凪さん、うん、お結構当たりかなって思って、引き、ね、そう、うん、引き強かったなって思うんですけど、なんか表面がメンバーのその写真が入ってて、はいはい、裏が直筆のなんか名前と誕生日と出身地が書いてあるよみたいな。はい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 、なんかトラベルバスなんで、トラベルタグみたいなので、多分そういうあれなのかな、あ、なるほどね、うん、そういうコンセプトのステッカーみたいな感じでしたね。あれカメラ入ってなかったですか？あ、そう、それが確か札幌の時に、うん、ね、そうメンバー来てたらしくて、だ梅沢さんっていう、そう、梅沢さんと筒井さんが来てたらしいんですよ。うんうん、と思って自分もこれ多分来るとしたら初日か一番最後かって思ってて、ね、で初日行ったんですけどいなかったんで、うん、そう、あ、残念だなと思って。え、だって札幌もあれですよね、何かイベントがあったわけで、それ用に行ったって感じですもんね多分。まだ急にやっぱその情報が流れてるから札幌で。そうなんですよ、うんうん、とんでもないとこで来る可能性もあるでしょうね。ですね、人がさ、うん、溢れないようにっていう、うん、うん、そっか、そう、だからワンチャンと思って行ったんですけどなかったです ね、うん、はい、うん、残念ながら。なんか毎年高齢化してほしいですねこれ。そう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 、でもなんで新潟なんだろうって思いましたけどね。新潟は全然最近ライブ来てくんないから急に。そう、まあだから新潟なのかなとは思うんですけど、あ、だったらライブ来てくれたらいいのになっていう。まあメンバーがいればね、出身メンバーとかいれば。そうなんですよ、うん、1回だけときめっせでライブ前通の時あったんですけど。 あったんですか。そう、1回だけ、うん、でその時も確か動画にした気がするんですけど、その時は自分結構いい席で見れて、うん、前から4列目とか5列目で見たんですけど、近っ。でアスカちゃんのソロ曲がちょうど、うん、アルバムの時だったかな、あの固いからの時の前通だったと思うんですけど、うん、そう、それが見れてすごいモチベ上がったっていうのを覚えてますけどね。結構前ですね。じゃあめっちゃ前なんですよ、だからそれ以来も来てないのでああ、そう、だから次の6期生とかで新潟出身メンバー入ってくんないかなっていう。うん、坂道一人もいないですもんね今。いないんですよ。一人でもいればね、何かしらで、うん、ちょっとそこに今後は期待かなっていうふうに、うんうん、そう、今だってあれですよ、はい、坂道グループ自分推しメン全員卒業しちゃっていないので誰も今いないですかそう、今誰もいないんですよ。なのでちょっとモチベーション的には箱推しで、まあ、見てるけど、そこまでがっつり、うん、一人メンバーを追ってるという感じがないので、はいはいはい、そう、あんまりっていう感じはあるので、ちょっとね、新潟出身メンバー来てくれたらめっちゃ応援するけどなっていう感じではありますね、うんうんうん、チャンネルを上げてね、ですね、応援していきたいと思います、はい
本当に。まあ、直近だったら6期生ですね。乃木坂の。うん、ですね。うん、ちょっと期待しましょう。うん、期待して待ちたいなという感じですね。